シンガーソングライターユイさん。2009年13枚目のシングル「Again」とともに活動休止から復帰した彼女は「It's All Too Much」「Gloria」「Too Mother」を発表。そのどれもがオリコン週間シングルチャート初登場1位を獲得。活動休止前に発表したサマーソングと合わせると5作連続の1位。これは女性シンガーソングライターとしては2人目の快挙となりました。そんなYUIさんが先月自身のホームページで2度目の活動休止を発表。彼女はなぜ再び活動休止という道を選んだのか、今夜その胸の内を語ります。まずは、はい、活動休止、うん、これ何かきっかけってありました？そうですね、そうでもきっかけがこれっていう大きなきっかけっていうよりは、うん、まあ積み重なったものとかもあるのかなと思っていて、うん、でそうですね、説明するのがすごく難しいんですけど、うん、でもすごく分かりやすい言葉で言うと限界っていう言葉が素直に出てくるのかなと思います。それはその今までやってきた、はい、ユイさん自身の音楽に対して限界っていうことですか？音楽はすごくでもそういうふうに思ったことはないんですけど、うん、まあ精神的な方ですかね、うん、そう続けられないくらいの気持ちになったってことなんですよね。何か新しいことが最初からやりたいことが見えてたってことではなく、歌うこと自体できるかなって、もう声が出てくるかなこの先っていう感じだったので、ね、ストレスで声が出なくなっちゃった方とかもいるかもしれませんけど、うん、そういうことに少し近い状態になったんだと思うんですよね。だからこう最初からあんなことやりたいんだよねっていう、すごい危機とした顔で言ってたわけではなく、ちょっと無理かなっていうところからだったので、うん、仕事でこう何か辛いなって思うところもありましたか？そうですね、やっぱ、うん、タイアップのこととかで言うと、例えば、うん、例えば、アコースティックな曲を作ってくださいっていう依頼をいただいた時に、うん、それを目指して作ったんですけど、うん、でもやっぱりこの曲をロックなアレンジにしてくださいって言われた時に、いやこの曲は これでいいのかなって自問自答したりとかはしてましたね。進まないんですよね作業が、はい、でもタイアップとかってやっぱみんながこう一つの作品に向かって良いものを作っていくっていうことなので、うんうん、それをやっていくときに生じるすれ違いだったりすり合わせだったりっていうところは難しいなって思う時はありましたけど、うん、はい、なんか加藤さんも限界を感じることはありますか？いやもう失敗とかしたらもう前か、もう私ダメだみたいな、あーって思いますね、うん、あーって思うけれども、はい、なんかまあ、お仕事だしとか、はい、ね、ね、やんなきゃいけないっていう感覚と、もどかしさってやっぱでもありますよね、うん、今夜は再び活動を休止するYUIさんに話を伺います。じゃあやっぱりYUIとしての、はい、また復帰っていうのも考えてはいますか？今は考えてないですね。そう、それはそのYUIっていうものに対してのやっぱり思いがあるからっていうことですか？まあ、結構限界まで限界まで私は頑張ったと思っているので、うん、そのね、自分を納得させるために悩んで、はい、その決断をして
自分はなもちろん納得する部分は大きくなると思うんですが、はい、そのファンの皆さんのこととか。そうなんですよね。あの本当にユイっていうのは8年間も、ね、過ごさせていただけたんじゃないかっていうふうに思っていて、なのでそれを自分からっていうのはすごくやっぱり抵抗がありますし、これでいいのかなっていうのはやっぱ思いましたね。そこが一番引っかかってますか？2回目っていうのもあって、まあね、1回目の時に新しいことに挑戦しようと思わなかったんですよね、やっぱり今までやってきたこともありますし、やっぱ音楽やりたいっていう気持ちが強いんだなっていうのを実感して戻ってくることができて、まあ、戻ってこれるっていうのもすごく幸せなんですけど、なんでそこはみんな あのファンの今まで応援してくださった方を裏切りたいと思ってやってることでは決してないっていうことを、やっぱすごくね、やっぱりすごく愛情を感じていたので、そこは一番悲しく思ったところですね。手書きの文章の中に、はい、新たなことに挑戦っていう言葉がありましたけれども、はい、やっぱりもうそれは具体的にもう見えてるものですか？そうですね、最初は歌をこれから先も歌っていく気持ちがあるのかっていうことをすごく考えていったんですけど、でも徐々に少しずつでいいから自分からまた音楽が出てくるのを、見てみたいなって待ってみたいなっていうのをすごく思って、なので少しずつではあるんですけど、やってみたいものっていうのも新しい音楽っていうのも見てみたいなとも今は思ってますね。まあ、それももうじゃあロックがやりたいからとかそういうわけでは、そういうのがはっきり見えてたわけじゃないんですけど、でもなんかそういうことをちゃんと、まあ、やってみたいことをなんかこう型にはめてやるっていうより、セッションとかみたいに生まれてくる音楽を形にしてみたりするっていうのも音楽なのかなって思いながらやってますね。同じこうアーティストの人に相談とかっていうのはしました？ありますね、そういうのも。あ、まあ歌い手の目線でが分かると思うので、そういう意見もいただいて、あ、やっぱこういうふうに思ったりもするんだなっていうのは思いましたね。具体的にこう誰からアドバイスいただいたとかってあります？ラッドウィンプスの陽次郎くんとか、陽次郎さんかな、陽次郎さんとかにいろいろアドバイスをいただいたりしましたね。やっぱりラジオでなんか縁があったりとかっていうことで、なんかまあ酸いも甘いもやっぱり知ってますし、っていうのでなんか、でも本当に今回のニュース流れた後も、本当にびっくりするぐらいまっすぐなんだねっていうメールをいただきました。本当に危なっかしい感じがするっていう、まあ、でもすごくそのいいと思うよっていうのを言ってくださって、そういうふうに言ってくださると、なんかすごくありがたいですね。失敗しても成功しても別にもうこう後悔しないというか。ここから始まったと思いますね。本格的に私がやれてこれたのもやっぱここからだったんで。ユイさんは僕らの音楽とは縁が深く、初めて出演したユイさんの地元福岡でのロケから始まり、数々のゲストとの対談、そしてさまざまなアーティストと共に音楽を披露してくれました。僕らの音楽は今回で10回目の出演となります。今回で、僕らの音楽10回目ちょうど。そうですよね、すごい素晴らしい感じでありがとうございます。本当に意外だったのが久本雅美さん。はい、そうですよね、はい、喋らなくても大体成立するんじゃないかっていうぐらいに、はい、フォローというか、すごく助けてくださったというか、いう感じでした。テレビ見てるよくお見かけするんですけども、出てますからね、その時はなんか、思いやりがあるなというか、気が利くなじゃないけど、すごい気
が効くな。違う、間違えた、間違えた。なんかすごいでもいいよ、ゆいちゃん、そんなんまで。もうでも緊張してたと思うんですけど、うん、本当になんか、まあなんか田舎っ子がちょっとなんか失礼なことも言ってるかもしれないなっていうのは今思いますね。僕らの音楽のその歌収録っていうのはいかがでした？歌収録は、まあちょっと大げさですけど、うん、やっぱ神様が降りるか降りないかみたいな、音楽の神様みたいな、うん、なんかそういうでもこうグルーヴとかも、うん、あすごい合ってるっていう習慣があるんですよね。でもすごく手作り感があるんじゃないかなと、うんうん、でも後ろの、ね、背景というかとかはすごくゴージャスですけど、うん、なんかどこか手作り感というかぬくもりがあるような感じはがしますね。では、はい、この僕らの音楽を見ていらっしゃるファンの皆さんにも、はい、ぜひメッセージをお願いします。はい、はい、まあ、今回びっくりするようなメッセージを発表したんですけれども、でもまあ、うん、すごくポジティブな気持ちで選択したっていうのを今日たくさん聞いてくださって、質問してくださっていっぱい話せてすごく嬉しかったです、うん、またぜひこれからも楽しいこともしていきたいなと思っているので、もしよかったら応援の方よろしくお願いします。でももうできる限り早くまた楽しいこともやっていきたいなと思っているので、うん、もしかしたらびっくりされるぐらい早く戻ってきちゃうかもしれないですし、いや、それは嬉しいことですね。なので、うん、またそれでもびっくりさせてしまうかもしれないんですけど、うん。